読みます。そちらの動画のサムネイルおよびテロップにやたらやばいだのやばすぎるやばすぎたという文字が羅列していましたが、猫も杓子も口を開けばそのような言葉を使い、またそのような言葉を使えば何か格好がつく形になると思ったのか分かりませんが、そもそもの語源は江戸時代発祥のヤクザ言葉です。格好調べればすぐに分かります。格好語彙を知ってる人はそのような言葉を絶対に使いません。そのような動画を作成した者およびそのような言葉を使う者は語源も知らず誰かが使うので自分も使えば何か格好がつく、その程度だと思いますが、不快で幼稚なだけなのでやめてください。そのようなものが迷惑だなと思ってる人は大勢います。以前もそのようなものがありメールしましたが改善されていないようですが、語源由来は江戸時代のヤバというところにいかがわしいヤクザ者がたむろしていた様子から由来している言葉です。また語源も由来も知らない者はそのような言葉を使えばかっこいいと完全に勘違いしています。改善されるまで何度もメールを送りたいなと思いますが、それでも治らないようでしたら YouTube に削除依頼したいと思います。ヤバすぎだろお前。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことダックです。これ同じ人から定期的に来てるんですよ。いや落ち着きましょう。いやもうほんと嫌なら見なきゃいいだけで非表示にしていいので、まあでも確かにこの人の言うとおりヤバいの語源というのはそんな感じなんですけど、一ついいですか。だけんなー、いやだけんなー、人のことより自分のその決めつけ精神から見直せーって言うてる中、いかがお過ごしなさい、おまんたちー。この時間です。さあ今週のオール的ニュース、この時間です。今週起きて気になるニュースを一気に紹介していきます。一つ、 DJ ソダシ、加害者男性2人が顔出し謝罪。こちら先週のニュース速報でも取り上げた韓国アーティストの DJ ソダシが大阪で開かれたフェスにてセクハラ被害を受けた件に関して進展がありました。まず21日、イベントの主催であるトライハードジャパンさんが不同意わいせつ罪と暴行の罪で男女3人を刑事告訴。これに関してネットではまず運営の管理体制が適切だったのかをはっきりするべきとの意見があったんですけど、そんな中青汁王子が自身の YouTube チャンネルで DJ ソダシ性被害の犯人を警察に出頭させましたという動画投稿。内容が加害者の男性が勤めてる会社の社長から青汁王子の元に DM があって謝罪の機会を与えると言って加害者である男性2人と対談するっていうね。で事の経緯を動画内で説明して謝罪、警察に出頭といった流れの動画なんですけど、これね拝見したんですけど、なんかちょっと言わされてる感が拭えないんですよね。これ見てて僕はなぜなぜと思いましたね。っていうのもですね、この2人その後警察の事情聴取で故意ではなく結果的に手が当たったって供述してるそうなんですけど、いや動画ではお酒でテンション上がってやってしまったって言ってるんですよ。どういうことことなんですよ。だからまあネットでは売名行為なんじゃないかとか、いや最初から警察行けよと騒がれています。で本当そう、謝罪の機会って誰に、これ何。ただねガッツチャンネルさんやりすぎだと炎上。こちら以前も取り上げたんですが、今月の20日ですね、自称パトロール系 YouTuber のガッツチャンネル氏が X のアカウントにて3時間以上駅周辺を徘徊してる人は問答無用で警察に引き渡しますという文章とともにですね、駅の構内で撮影された動画を投稿しました。でこの動画内ではですね、構内を3時間以上徘徊しながら女性を眺めていたという一般の男性をですね 4,5 人で取り囲んで、キモいと思わないですか、迷惑防止条例違反ですよって問い詰めて、もう絶対やらないですねっつって、じゃあ交番行きましょうっつって、これが現在ちょっとやりすぎじゃないかと正義振りかざしすぎて SNS 上でかなり議論起こっています。この駅でうろうろして女性眺めていた男性というのを擁護するつもりは全くないですけど、 YouTube の本編で出来心で目の保養というかという発言をしていたんですけど、まあ確かに不審者ではあるんですけど、ここに詰め寄って怪しいからとりあえず交番行きましょうと交番に行くんですけど、結局これですね、この男性がそこで盗撮もしていたことを告白したんですよ。結果的にはミニスカートの女性につきまとってスカートの中を撮影していたってことも明らかになったんですよ。これが撮影罪が適用される事案なんで、この後男性に対する余罪の調査も含めた取り調べが行われてるっていうことなんですけど、これがその時は現行犯でもないのに犯罪者扱いするのはどうなのかとか、実際何もしてないのに冤罪をかけられて言い詰められた人がいてもおかしくないという反応がありました。まあ僕もそう思うんですよ。これ結果的に盗撮をしていたという事実がついたから動画化しただけじゃねえのかなと思っちゃうんですよね。一旦この盗撮を置いといて、なぜ議論が起こってるかというと、このガッツチャンネル氏がしたことについて軽犯罪の付きまといとか逮捕監禁罪に当たる可能性があるという指摘ですね。一般市民の権利としてできる私人逮捕っていうのが現行犯である必要があるということで、この状況では私人逮捕は違法に当たるということなんですね。ただこの指摘に対して本人はですね、後日 X にて今後も盗撮や痴漢その他犯罪の実態を公表しようと思ったら余裕で軽犯罪くらいを犯すでしょうと開き直りました。まあもちろんこういったことをする非常に悪質な犯罪者であることは変わりないんですけど、やりすぎな部分もあるということです。皆さんはどう感じるかコメント欄まで。次です。3つ目、ちょんまげ小僧100万人突破。21日、ちょんまげ小僧さんがチャンネル登録者100万人を突破したというとんでもない偉業を成し遂げました。7月の段階で登録者は1000人ですよ。ただ約1ヶ月で100万人増加している、こう半端ないですね。さらには18日、フィッシャーさんとのコラボを投稿。叩いてかぶってジャンケンポーするという動画なんですけど、ちゃんと自分たちの持ち味を出してるとコメント欄も全員親戚みたいなほっこりした空間ができてました。ただ唯一 PDR さん、ウームが送り込んだと注意を出してました。まあでもね、その後お金目当ての大人も絶対来ると言ってて、もうほんとその通りで、親御さんにはそこは注意してほしいなと思いました。次です。4つ目、パチンコ店物理的炎上。こちら20日午後、神奈川県厚木市のパチンコ店、マルファン厚木北店の立体駐車場にて、100台を超える車が燃える火災が発生しました。こちら報道によると、この火災は4時間後に消し止められたということなんですけど、X にて、この被害に遭ったイムンチョという方がですね、黒煙が上がってる立体駐車場の動画で、仕事サボってパチンコしてたらマルハンの駐車場火事になって営業車燃えて積んだとね投稿してかなり話題になりました。まあサボってたっていうのは100悪いんですけど
けど、この投稿にはですね、トイレ借りるために止めていたと押し通すしかないとか、まあすごいあったかいアドバイスが大量にあったんですけど、確かにこのタイミングのこれは少し同情しますよね。ただですね、これ予想以上の反響があったことを受けて、起きたことを全て会社の社長に伝えた投稿したんですね。すると社長から営業者1台失ったけど会社の宣伝ができる広告費だと思って今回の件は目をつぶると返信があったということで、今後の展開にも注目が集まってるということです。ちなみに皆さん仕事中にサボったことありますか？ぜひコメント欄でこっそり教えてください。僕なんか他店を見に行くっていうのがあったんですけど、その時車だったんですけど、帰りにスタバのドライブスルー行ったら見つかったことありますね。っていうのもどっから見つかったか分かんなくて、待ってたら主任から電話来て、あ、俺キャラメルのやつでって言われました。あの主任は一体どこで何をしていたんですかね。次です、5つ目。とんでもない野生のクマ駆除される。こちら22日北海道東部にて2019年7月から現在までの期間、放牧中の牛計66頭を襲ったと見られている OSO18 と名付けられた野生のクマが駆除されたことが明らかになりました。こちらなんと4年間ですね、人目を避けながら牛を襲い続けたってことで、とんでもないクマなんですけど、闇に紛れたら襲撃して足跡もほとんど残してないんですよ。さらには罠もすり抜ける警戒心の強さ、おまけに目撃情報も少なかったってことで、被害が多かった地域では忍者クマとして恐れられていたんですね。ただ駆除されたということで、被害に遭った酪農家からは安堵の声が上がってるということなんですけど、まあ、もしねこんな知能の高いクマが人里に降りていたらって考えたらゾッとしますよね。まあ、野生の動物に勝つっていうのはね、まあ、無理なので、普段からね人気のない森の中に行くときとか十分気をつけてください。次です、6つ目。ホテル従業員にとんでもないことをする。こちら19日の早朝、神奈川県横浜市内のホテルにて、宿泊客が寝ている客室に無断でマスターキーを使って侵入したとして、このホテルの従業員男性21歳が住居侵入容疑で逮捕されました。こちら取り調べに対し、宿泊者のリストを見て元カノと同じ名前を見つけたので寝顔を取って送って驚かせようと思ったと容疑を認めてるということなんですけど、この男性のスマホのデータ調べたら、なんと複数の女性の寝顔が写った写真見つかってます。警察は同様の手口で宿泊客の寝顔を撮影していた可能性もあると見て、撮影罪の適用も含めて調べを進めてるということです。これはゾッとする事件ですね。次です、7つ目。性的同意アプリ登場。こちら25日、今年の7月に新設された不同意性交等罪、その冤罪対策アプリが登場したと話題に。こちら以前も取り上げたんですけど、相手の同意のない性行為がこれ適用されるんですけど、その専用アプリが登場したんですね。これが弁護士監修のスマホアプリ記録というもので、スマホの位置情報をオンにして QR コードを読み取って、お互いに画面共有しながらこの行為を行うことで同意しますみたいな、そういった項目でチェックを入れるっていうアプリなんですけど、このアプリを使えばその場の雰囲気を壊さずに、あの時本当は同意してなかったっていうね、後から起きる事態を発生するのを防止可能って書いてあったんですけど、無理やろ。訴訟のリスク軽減できるっていうのはまあわかるんですけど、個人的にこれができたからといって犯罪減るかなって言ったらあんま考えられないですよね。要は無理やりダウンロードさせて脅してやらせることができるわけですよ。だからやっぱりお互い帰った後に、昨日はありがとうハートっつって送り合うのが一番になって、収録されてる今はまだリリースされてないんですけど、動画上がる頃にはできてると思うんで、どんな感じか教えてください。最後です、サマーソニー熱中症。こちら19日と20日、2日間にわたって行われた大規模音楽フェスティバルサマーソニックにて、1日の時点で熱中症の症状と見られる女性が病院に搬送され、同様に救護室にも約100人近くが集まるという事態になりました。こちら午後0時半頃、最高気温 35.2 度を記録していた会場のステージには、韓国の人気アイドルグループニュージーンズが出演しており、超満員状態だったといいます。でこのグループの出番が終わった後、消防にですね、救護室に体調不良約10人が運ばれていると119番通報が。参加者曰く、とにかく熱気がすごかった、最前列の客の中には気分が悪くなり退席した人もおり、熱中症のため地面に寝そべる苦しそうにしている人もいたということで、当時の状況を想像するだけでも具合悪くなるような危険な状態だったんですね。ただまあ主催者側っていうのが事前に公式サイトで、こまめな水分補給して注意してくださいって言ってたんですけど、ただ SNS で会場のゲートでスポーツドリンクを没収されたという投稿に注目が集まって議論が起きたんですけど、実はこのイベント、公式サイトのグラウンド内には水、お茶、無糖のものが持ち込み可能となりますと案内されていたんですよ。なのでスポドリダメなんですよね。これなんでかっていうと、糖分が含まれたものがグラウンドの人工芝にかかると枯れてしまうってことで、それを保護するためっていう意図があって、結構昔からルールとして記載はあったんですけど、それを見てなかった方が没収されたっていうものなんですけど、多分そういう人って毎年一定数いると思うんですよ。なのでそれも想定して水分を用意するとかも必要だったのかなと思っちゃいますね。ほんと熱中症だけは侮れないんで、皆さん気をつけてください。一度焼けた肉は元に戻ることはありませんということです。はい、ということで今週以上です。何はともあれ皆さん今週もお疲れ様でした。また来週も休み休み頑張っていきましょう。それではまた来週、おやすみなさい。